柱のちょっとについての話が分かりやすいので、柱の話にしていきたいというふうに思っています。ですね、1234ページ、に主にこういうごめんなさい、3ページの一番あ4ページの一番下からですね、4番の御柱祭りにちょっと触れていきたいと思っているんですが、時間がなくなってしまった。諏訪大明神言葉の12段のところには、虎猿の士官に当社造営あり、一国の皇帝永代の火薬火液ですね、官務の御湯に始まれる、国の人民諸道の交渉を集めて経営する、氏人並びに国中貴賤人員奥の造作をなさず、良材を他国へ出さず、数十本の御柱、上下の大木、神下です。神社下社ですね。神下の大木、日本分け2000人の力にて採用する。違反の者は必ず神罰を被るとあります。縄文の遺跡から御柱が発見されたというけれども、御柱の始まりはなぜこのように続いてきたのかということで5ページに続いています。さまざまな説がありますが、昭和50年代の頃の交渉の一節が参考になるように思い抜粋してみましたということで、私はこの東北大学の高橋富雄説というものをが非常に私たちには分かりやすいなというふうに思いまして、ここに寄せさせていただきました。でこれは、手紙の漢字で書いています。なぜかというと、これは今井信之さんとやり取りした先生であるということです。でちょっと読んでみます。神事がこれほど部落の人々の手に力強く、ほとんど独占的に握られている例は認められないという点では、全国の神社神事のうち比類を見ないものです。ほとんど人々の村の人たちの手によってなされるという御柱というのは、そういう祭りであるということを高橋先生は驚きを持ってこのように書かれているんですね。で現在の形では 100% 近く諏訪の人々の行事です。このような御柱行事が明治以後に新しく始まったものでない以上、諏訪神事の最も重要な担い手は諏訪の人々であったと言わねばなりません。ということ担い手が誰かということですけれども、諏訪神社の関係者のみではないということですよね。で、それよりも人々の行事であるだろう。で、諏訪神とは2つの側面があります。1つは諏訪の全体の象徴です。諏訪盆地はこの神のもとで初めて1つのものとなりました。したがって諏訪神は統一を意味します。そしてそれは下からの意思で受け止められて全体を形成しました。諏訪の全体の象徴でありながら、諏訪神は統一して下からの意思で受け止められて全体を形成したというところが特徴的であるというふうにここでは言及しています。それから御柱は村単位でもあり牧単位であります。で、これも古い共同体の自覚の存在をなします。御柱を建てる形は諏訪の行事から学んだものでしょう。しかし諏訪の御柱の他になおかつ部落でも一族でもその氏神での
御柱を持たねばならないのは、部落では部落の神が厳然として生きているからです。それは他とは異なった神、つまり、これはブラフと書いてありますが、村というふうに言ってもいいと思います。あるいは区と置き換えてもいいかもしれませんね。で、その意思の確認が必要なことを示します。諏訪ではこうして大社の御柱は、村全団結の緊張した連合、ダイナミックな全体の自覚として必然的になったのでしょう。私は現代における神話のようなものを見た感じでいます。大衆が特別な指導なしに数万の意思統一を一つの目標のもとに表現するということようなことは、訓練された近代人でさえできません。ともすれば、これは日本人が生んで今に伝えた集団意思の結集、大衆行動としても基本奇跡的なまとまりをなすものです。この行事自身を一つの無形文化財に指定の価値を持っていると私は思います。御柱は次のページです。村単位ではあり、巻単位です。これも古い共同体の自覚の存在をなします。秋の御柱って通常は巻単位の小宮と言いますね。で、私の家でも9月にはその御柱をする予定になっていますけれども、で御柱を建てる形は諏訪の行事から学んだか、学んだものでしょう。しかし、そうですね、これはそこまでちょっと重複していますね。はい、このようなことが東北大の先生からはそのように述べられています。それでこのようなこの由緒書きを読ませていただいて、やはりこのかなり歴史的には、この諏訪神社の方に、あるいは、諏訪神社じゃないごめんなさい、諏訪藩、諏訪藩にかなりこの村屋社は、村屋神社は庇護されたといいますか、大事にされて、そして何かこういろんな出来事がありますと、それたたりというようなことが結構ありましたそうで、で藤の木を使って例えばそれを切ろうとした時に、それを受け負った人が彼を払ってくれるか、それで彼を2人分払ってくれるやってもいいよって言って やった人が、じゃあそれ頼むからって、で頼んだその人が発狂した。 でももう本当に 治らずに、京都まで行って治るようなお払いをお願いしたんだけれども、ついぞ治らずに、それからは惨めなものであったそうです。で、まあことそれだけではなく、まあ、いろんな場面で、たたりがあったことが、藩主にも及んだことがあったということで、この高島藩主が祠をその新しく作ってね、そして村神社に、奉納したというような、そういうふうな、ここには、由緒書きの中にも触れられていますというふうにして、非常に披露されておられたと思いますけれども、江戸時代が終わりまして明治になりました時に、廃藩がありまして、でその廃藩の結果、これは村の方にこう移管されたということになります。それで場所もこのうちに来たというか、うちが合ってますけどねこのうちに来たということで、書かれていることがこの由緒書きによって私は知ることができました。したがってこの御柱というものは
単なる御柱ではなく、この伝統的にこのみんなで協力して困難を切り開いていこうっていう、そうしたあの共同体としてのつながり、これを高めていく非常に大事なお祭りであるということが価値づけられるというふうに思いますね。単なるこうやって終わって、ああよかったねっていうだけのことではなく、なぜ7年に一度っていうか、6年ごと、7年目ごとにこう来るのかということになると、これはその時代時代によって違いますけれども、戦乱の時代、戦国時代のような時にはその日にちを日延べしてもよかろうというようなことを殿様から言われたこともあるそうですけれども、それをいやそれはやってはいけないことだということで、仁朝がお諌めしたっていうようなこともあるようですし、また実際日延べしてしまったという時にはやっぱり神様の語りと言いますかね、その時に倒れた木の下で下敷きになって何人かが亡くなってしまったというようなこともあったようなことが記録、満日書き手仁朝の満日という時代にありました。その満日書き留めのところにはそのようなことも書かれていましたので、まあその従って、物意味例といって、その本当に清く正しく自分を持っていき、そして御柱の年にもしも亡くなった人がいたならば、その人は別病に、私の家もそうなんです、別病に葬る、従って自分の今のお墓の中には葬ることができなかったっていうようなことがありましたし、それから病の方も御柱に参加する、触れられることはできなかったということもありますし、女性はかなり月のことがありましたので、そういうふうなことも含まれたといいますか、その汚れというふうに取られた時代も出てきているわけですけれども、そのぐらい何を大事としたかということであれば、それはその防止のために水掘りをしたり、みそぎをしたりする、御柱さえもみそぎをさせますよね。火落としをし、もう本当に坂を落として、本当に厳しい、ところを来るわけです。落としてしまう。そしてさらに禊のために御柱を落とします。そして清める。そして御柱を来ます。そしてこれは神社のやり方ですけれども、そしてさらに最後には引き寄せて引きつけて、そして立って御柱。そこまで本当に無事に、やって協力してやらなければ無事には終わりませんが、それができているということは、その日々、そのためにっていうかね、その汚れがないように日々を過ごすっていう、真面目に生活するということでしょうかね。平たく言えば、まあそういうことでしょうか。それでカビをしないで、その嫁入りとか、そういうような新しくこう家を建て直すとか、そういうこともまあその御柱なんでしょうという、その後にっていうようなことでしょうかね。そういうことが習慣としてはあったようです。今はそれほど厳しくはないかと思いますけれども、心の持ちようとして集団で本当に無事にそれをする、やり遂げるっていうことが村の力だったっていうふうに思えて、それが1200年以上も前にもう始まって今に至っているという祭りは本当に大事にしなければいけないかなっていうふうに思っています。ぜひこの川岸っていいますか、橋原の方たち、それから岡谷市、まあ言っちゃえばこう岡谷市でしょうね、そういう人たちだけではなく、いわゆる諏訪の人たち、あるいは信濃の人たち、みんなこの御柱をやるにあたって、きっとそういうことを考えながら皆さんで協力し合って、
学をしようぜっていうことで、無事に終わるっていうことで、お守りも作って、そして前の活気でですね、お守りを作って、開けさせて、そしてやるというようなことが行われてます、その、名乗りって言いますかね、これからもこういうふうにしていくのかなというふうに思います。でそんなことを精力的におやりになっているこの村の方々が本当に私は尊敬しておりまして、ここまで伝えてきてくださっている皆様のことを忘れてはいけないし、これからも何かできることがあればさせていただきたいなと、祖父もそういうふうに言ってるというふうに私はなんか聞こえるような気がします。そして最後一つ、祖父が口癖のように言っていたのは、私のものであって私のものではないっていうようなことをよく口にしていました。でそれは小さい頃は私はあまりよく分かってなかったんですけれども、この場にまた来させていただいて、なんかふっとその言葉が思い浮かびました。でそれは何かというと、独占とか自分のものっていうものにしてはならぬということでしょうかね。で自分のもののようであって自分のものでは実はないんだ。でそれは他者のものでもあるということを祖父は何かこうふっと私にも伝わるようなことではなかったかというふうに思います。言葉だけ覚えています。でもこの場面で皆さんに今日お話ができたということは、祖父のその大事な言葉を皆さんにお伝えして、私もそのつもりでおりますということをお誓いしたいと思いまして、今日お話しさせていただきました。ありがとうございました。森谷先生、大変ありがとうございました。